はいどうもご視聴ありがとうございます。ハム太郎です。今日はですね、モンスターストライク台湾バージョンの今やっている限定クエストをやってみたいと思います。ですね、台湾の方は降臨復活祭2018のイベントをやってまして、まあ内容的にはちょっと前まででした限定キャラが今だけ復活して降臨するよっていうクエストですね。で、今回のやってるクエストが目玉クエストみたいな感じですね。で、極みをやった感じだとワープと地雷がメインみたいなんで、この目編成でやってます。まあマインスイーパーはね、ゴーセルしかいないんで、ゴーセルで頑張りますけど。で、あと、この、激種変化パネルでハマっていく感じですね。で、めんどくさいのがこれ。霧電線毒か。が巻かれるんで、なるだけ広げないよう頑張っていきます。で、マインスイーパー一人なんで、こうやってもう回収をしっかりしていかないと、ダメが痛いんで、しっかり回収していきます。で、なんだろうね。この人はウサギかな？ウサギの降臨キャラっぽいのが敵ですね。今回うまくロイゼがフレンドに呼ばれてくれたんで、まあロイゼ使うのも久しぶりですけど、使っていきます。一昔前はすごい強かったんだけどね、ロイゼも。まあ最近はね、あんま目立たなくなっちゃいましたけどね。ちなみに今回は、最近ずーっと使っていた容器がお休みです。敵が水属性なんで。はい。ここは、リチャード一世もね、砲撃型の三反射分裂弾なんで、結構友情火力が高いんで、ロイゼと合わせて、雑魚が減ってくればね、すごいダメ稼げると思うんですけどね。おー、いい感じに入った。ロイゼは動ける。まあ、一番今だから友情火力高いのは吉田さんかな。吉田さん火力出しやすいですね。よしよし。で、マインスイーパーで抜けていくと。まあそんなやっぱ究極だからね、そんなきつい感じもしないんで、ギミック耐性さえあればいけるのかなーって感じかな。お、属性変わった。ムラサメみたいな感じかな。イメージ的には。いろんな属性のボスが出てくるよっていう。電線儀はちょっとうざいけど。あ、電撃されないか。いきなり巻かれちゃったね。踏まないように。で、合成で、ちゃんと回収していきたい。よしよし。こんだけ回収してればね、でも死にゃしないっしょ。5000か。まあまあ痛かったな。でもまあまあだね。あれ、電線切りを電線出しちゃったよ。またでボスです。よっ、ウサギの騎士になった。電撃を出していく。星5でもやっぱ電撃は強いね。雑魚処理性能高い。さあ、7つの滞在コラボはね、ほんと金を一番引きたかったんだけどね。課金のできない台湾版ではこれが限界だ。でね、ディアンヌとゴーセル2-2出てるんで、それで満足して終わっちゃってますからね。そう。コラボの星5はね、強い。よし、突破。僕のイースターエッグシールドは破れないぞ。
イースターエッグか。イースターか、今。どうやらイースターイベントみたいですね。リチャードはボス特攻か。よし。あんま削れなかったな。これはもうこっから合成で打ちますね。効率よく行こう。強っ。229万って。火力出すぎでしょ。これ敵のキャラ、敵を巻き込むのが多ければ追いだけ威力が高かったのかな。これを18ターンで打てる。化け物だね。ロイジャー雑魚処理に使っちゃいましょう。あ、まあ、まあまあかな。ダメよ、まあまあ。これいけんじゃないの？獅子の心が敵を撃つ。あ、弱点効果アップだ。効果アップの方か。いいタイミングでマインスイーパー。まあまあ左側で回収してやればね。あとは縦缶の方がいいかな。いや、あー、なんか届かないね。ギリ届かない。しっかり削っていく。おー、強い強い。よし、まあこんな感じですね。究極なんでそんなきつくなかったですけど、まあ面白いよね、やっぱ。日本でやってない降臨は。じゃあ最後に彼がどんなスペックなのか見て終わりたいと思います。そう。あと台湾限定はね、クエスト攻略者だとこの一番右上に緑の枠が出るんだけど、これ何なんだろうね。これがね、わからない。何なんだろう。はい、ウサギイースターエッグイベントか。あ、ちなみに台湾のフレンド募集中でございます。本当にね、台湾フレンド2人しかいないからなかなかね厳しい。今パンドラとマナだけ、ロイザー偶然。本当にね、フレンド湧いてほしいわ。水か。非属性耐性とアンチ魔法陣、超強ホーミング12。まあまあ、あの捨て低いね、スピード型か。まあこんな感じのキャラが今台湾では降臨してるみたいですね。まあ、この動画見てくれて面白いと思った方、よかったらチャンネル登録お願いいたします。じゃあご視聴ありがとうございました。ハム太郎です。どうも。